中共感染メディアが最近またしても、アメリカに対して中共ウイルスに関するネガティブキャンペーンを行いました。中国共産党の代弁者である中央電子代 CCTV は、中共と密接な関係にあるとされる中国のシンクタンク3社が、8月9日に発表した共同研究報告書の中で、アメリカに8つの不名誉な称号を授与したことを大々的に取り上げました。 報告書によると、各称号はアメリカが世界的なリーダーである分野を表しているといいます。国内のパンデミック対策に失敗したグローバルリーダー。政治的責任を転嫁したグローバルリーダー。パンデミックを拡大させてしまったグローバルリーダー。政治的に国が最も分裂しているグローバルリーダー。身勝手にお金を配布するグローバルリーダー。パンデミック時に最も混乱したグローバルリーダー。 誤った情報を拡散したグローバルリーダー。ウイルスの起源に関する調査を通じて、テロを助長したグローバルリーダー。放送後、この映像はソーシャルメディア上でも同行されました。あるネットユーザーは明らかに矛盾しているとし、アメリカがそれほど悪いなら、なぜ中共の交換はアメリカに移り続けているのか、なぜ彼らはデカップリングをしようとしないのかと指摘しています。別のネットユーザーは、 中共が最近、党幹部に対するビザ規制を解除するようアメリカに要求したことや、多くの中国企業がアメリカで上場しようとしているのかについても疑問を投げかけました。また、他のネットユーザーは、これらのタイトルは実際、中共自身のことを言っているようだと投稿しています。NTD ジャパンがお伝えしました。